ここは長崎のとあるオフィス。何やら知人の結婚式の話で盛り上がっているようですよ。ドレス素敵だったよね。ブーケもらえなくて残念だった。私まだ結婚は考えていないな。周りもみんなまだだしな。そうね、確かに今は男性の4人に1人、女性は5人に1人が結婚しない時代と言われているんだけど、実は18から34歳の未婚者の9割近くがいずれ結婚したいと思っているそうよ。ああ、そりゃあ私もいつかは結婚したいとは思っていますが。男女ともに結婚の平均年齢は30歳ぐらいまで上がっているんだけれど、結婚のピークを見ると男性は27歳、女性は26歳ぐらいなのよ。平均年齢は上がっているけど、女性のピークが26歳って意外。さらに男性にも関係してくるけど、夫が年上の夫婦が50年前は8割だったのが、最近は半数ほどしかいないの。妻が年上の夫婦が4組に1組ぐらいなんですね。そう、夫婦の年の差が縮むってことは、結婚のピークに男女差がなくなってきているのよ。男女とも結婚のピークが20代だし、そろそろ自分の将来に向き合ってみなきゃなのかな。そうね、結婚するのもしないのも自由だし、いつ結婚してもいいのだけれど、客観的なデータを見るのも大事よ。晩婚化しているから私も結婚なんてまだまだって思い込んでました。ちゃんと考えてみます。そこが知りたい結婚のリアル。年齢と結婚についてもっと詳しく知りたい人はこちらのホームページをチェック。